こんにちは。こんにちは。何すか、サインですね。あ、今送ったんですけど、分かったっすかね。え、これ何のサインだったんですかね。いや、監督のサインです。監督のサイン。なんか前回キャッチャーのサインやったじゃないですか。はい。いろいろ。はい。なんかあのコメント欄でも、僕コメント欄見てるんですよ。すごい。結構ちゃんとチェックしてますよ。そうですよ、うん、皆さんからあったかいね、はい、面白いですけど、はい、その中で監督のサインもやってほしいっていうのがあったんで、ありましたね。やっぱキャッチャーのサインもやってるから、はい、じゃあ監督のサインもなかなか世の中で発信されないじゃないですか、うん、監督のサインやりましょう今日。やりましょう。私もね、本当気になってたんですよ、はい、まだそのキャッチャーのサインだとなんとなく画面で見えるんですけど、はい、あの監督のサインって未知数なんですよね。え、そうなんですか。まあ、うん、プロだとね、三塁コーチャーが出しますけど、そうですね、はい、まあ、高校野球とかだとね、監督こうやってこうやってるんですか、ね、とかやってるんですか、ちょっと乗り出してこうやってやってるんですよね。はい、知りたいでしょ。知りたい。どういうことなんだろう。なんかこの辺触ったりこうやってやったり、まあ簡単なものから難しいものもあるんですけど、はい、まあ、僕は小学校が小中高大学プロといろんなカテゴリーの中であったサインを、はい、まあ、あの分かりやすいものから分かりにくいものまで、はい、複雑なものをみんなさんに教えてあります。これがね、はい、プロが一番難しいわけじゃないっていうところがね、また嘘なんですよ。そうなんですか。アマチュアの時もすごい難しい凝ったサインはい、する人もいるんで。へえ、じゃあまず初級編からいきましょう。初級編からいきますよ、はい、まあ、初級編はですね、キー、はい、キーの場所をどっか作るんですよ、はい、キーを作ってキーの次に何回触るかでサインっていう。うーん、だからもうあのキーの次1回もう決まってるんですよ。キーの次1個でバントとか、はい、2個でエンドラン、うん、3つで盗塁、はい、で4つでバスターエンドランとか、うんうんうん、5つでこうセーフティーとか、はい、まあ、いろいろ決まってるんですけど、あのだその10個とかはないんですよ。10個も触れないんで、はい、だまあ5個ぐらいの中で決まってるんですよ。そんな、まあ、あのサインアマチュアとかだと多くないところもあるんで、うん、だからもし胸がキーで1個がバンド、はい、どこ触ってもですよ。え、じゃあちょっとやってみてください、はい、だもしバンドは、はい、ここの後に1回触ったからバントですね、はい、はいはいはい、でもし2回エンドラン、はい、2個だった場合はこうこうで2個だからエンドラ ン、もしでもこれが、はい、でも2個だから、うん、2個2個だからエンドラン、はい、でここの2個もここの2個も一緒ですよ。どこでもいいということ、はい、でその代わりキー1、2、キー0になるんですよ。あ、一貫取り消し、はい、取り消し、はい、キー兼取り消しなんで、はい、1個でバントバント、これはもう超簡単な、これが一番簡単なって初級編ってこと。もうこれがもう分からなかったら、はい、もうアウトです。いや、私まだで分かる。分かるでしょ、はい、もうついてこれてますよね、はい、これで、はい、これで分からなかったら、はい、もう試合出れないです。野球できない。耳打ちっす、バントやぞって耳打ちっす。これが次、はい、初級編の中の、はい、上級編です。初級編の中ですよ、はい、の場合はキーが2個です、うん、2個、じゃあ胸と鼻がキーにしましょう、はい、で回数はさっきと一緒です、はい、うん、ね、え、2個あったらどっちの次にあれなんですか。だからどっちもどっちでもですよ。キーの次だから。あ、最後にやったキーの次。そうそうそう、だもし、はい、バント、うん、1ですよね。鼻の次の1バント。そうしたらキーが2個あるんで、はい、胸の後なんかあるぞ、はい、ってなるじゃないですか、はい、胸だったり。だから今度鼻も作っとくと、胸触れへんかったけどってなるんですよ、はい、あ、じゃあこれサインないんじゃないかとか、そう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 思うけど、はい、実は鼻も気なのよって、はい、でこうで、お、胸触ったよって言っても胸でもあったら何もなくなるんで、あー、ここでまた何もなしですよね。そうそうそう、はいはい、僕らは誰も触らなかったら何もなし、ね、はい、これはまあ、すぐあの初級編の中の中級編ですよね、はい、で初級編の中の上級編もある、はい、でそれはキー触って、うん、キー触った後に、はい、左手で触った数です。じゃあこっちはないってことですか。そうそうそう、こっちしかサインじゃないよ、はい、だからこうなって、はい、バント、うん、1個でしょ、1個のバント、はい、なるんですよ、はい、キーさには意味ないよって言って左手の触った数だけなんです。え、じゃあここ触って
右手で触るじゃないですか。ああ、これ意味ないですよね。で、こうやったら1ってこと。1つ。分かった。分かるんですよ。だからこうやってこういって、はい、うん、あ、もう覚えてない今、やばい、覚えてない。だから1個で、はい、ここ1個しか触ってない。あ、そうかそうか、こっち触って、もう一回こっち触ったけど、はい、1個かかけた、吸ったら、はい、より分かんなくなります。これ、はい、こうやって見ちゃいません？いや、見ないです、これクヨフ、こうやって見ます。これ、え、見てないよぐらいで見るんですか？はい、あ、見てないよっていうか、まあ見てますようで見ますけど、はい、見てないようで見るとサイン出してる人がこいつ見てんのかなって思う。そう、心配になっちゃいますもんね。今のが初級編です。はい、わかりました。ついてこれてます、今のところ大丈夫です。で、次は、まあ、超簡単に言うと、はい、僕の中で、まあまあこれ分かりづらいんちゃうかなと思ったのは、はい、あるとこ決まってるんですよ、はい、バンと、うん、もう仮に簡単に言ったらね、バンとバスター、はい、エンドランとするじゃないですか、はい、バンとバスター、エンドラン、はい、で打って待って盗塁とするじゃないですか、はい、打って待って盗塁、はい、でした時に今手だけで言ってますけど、はい、最初と最後が同じとこ触ったらサインですよ。ほー、だからまあ別にだからバンと、まあ、バンとバスター盗塁、バンドバスターエンドランで、こっちもじゃあ逆に言ったらバンドバスターエンドランですか、エンドランバスターバンドだったらこっち触ってだったらバンドとバンドが、はいはい、バンドになったり、はい、最初と最後がその同じサインのところで終わったら成立と か、へ、か違うところでこうやってやって違うところで終わったら何もなしとか、はい、はい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 、いうのもあります。あ、私これもできますね。大丈夫ですね。本当ですか？はい、じゃあいきますよ。はい、あ、まあ、え、ちゃんとちょっともう一回教えてください。バンとバスターエンドラン、はい、打て待てエンドラン、はい、バンとセーフティー、え、ここあるんですか？待って待って、そんな聞いてない。いや、そうでしょ。え、もう一回もお願いします。バンとバスターエンドラン、打て待てエンドラン、バンとエンドラン、バンとバンとバンとエンドラン、バンと、皆さんも一緒に考えてくださいね、これ、はい、で、ここも、ここはバンドバスター、ん？バンドバスター？いや、こう、横流したらバンドバスター、バンドバスター、オッケー、はい、ってことは、はい、こっから始まったらバンドバスターじゃないですか、はい、で、エンドランで終わったらバスターエンドランってことですよ。ちょっと難しい。で、ちょっとやってみてください、はい、私答えます。で、あの、はい、待ては待てが一番有効だから、はい、待てになるんですよ。はい、いいですね。はい、わかりました。いきますよ。はい、バント、バント、何もないじゃないですか。え、なんでなんで、もう一回いきますよ。はいはいはい、お願いします。何もない。そうそうそう、うんうんうん、ここで始まってここで終わって、これ終わりですよってことですね。そう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 、分かった、私大正解とか、はい、あとはなんかこう最初上がっ場所決まってるんですよ、はい、だからもうバンドバスターエンドラン打って待ってエンドランとするじゃないですか、はい、でも今さっき全部一緒だとするじゃないですか、はい、だからもう場所は決まってるんですよね。で最初に上がったらサインありますよっていう、はい、下から、うん、どっちでも、はい、で下がったらとか横から始まったらサインないですよとかあるんですよ。でこう上がったら最後どこ触ったかでサインですよ。今最初に上がったんで、じゃあこれ今日サインやりますよ、今サインやりますよ、で最後に今触ったのがここだったんで、はい、バンドしろってことですね。でもこう下がって入ったらどこ、こうやって終わっても何もないですよとか、ね、あ、じゃあもう下がってたらもう見逃しちゃってても何の問題もないです、ね、そうそう、だから一番最初だけ見とけばいいんですよ、上がったか下がったかとかね、はい、あ、それ分かりやすいですね。あるかないかを最初に言ってくれるっていうのは、で、場所によったらノーサインのとこもあるんですよ。ん？どういうことですか？何もないっていう、はい、だからそこで終わったら何もないんですよ、上がっても。あ、上がった時も何もないところを作っとかないと、はい、常に上がったらサインあるになるじゃないですか、はい、だから何もないとかもあったりとか、あ、逆に最初上がって最後も上がるサイン出したら成立とかね、うん、上がってサインあって、はい、最後下がって触ったら何もなしとか、あ、上がったら最後も上がった最後がサインとかね、はい、
はい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 、で下がって始まってサインだったら最後も下がったらサインとか、うん、あと上がったらサインありますよで最後下がった時だけサインとかで、ね、これ今のはどのぐらいのレベルですか、うん、まあ僕らで言うと全部普通です。普通なんですか。じゃあ里崎さんが一番これは難しかったなっていうのは何ですか。僕サイン間違ったことないですもん。じゃあそんなにこれ難しいなとかそれないんですか。今日それかって思うだけです。へえ。じゃあ今やった中で一番、あ、そうか、里崎さんの中にはもう難しいがないんですもんね。ないです、どれも普通です。じゃあ世間的な上級はどれだと思いますか。世間的な上級は多分、うん、上がってサインで最後降りたらサインですよじゃないですか。もう分かんなくなりますもんね。だからまあでも場所を覚えといたら簡単ですよ。あとね、だいたいサイン間違う人とか、はい、あの袴田さんもそうですけど、はい、分からない人って、はい、何が出んのかなって来てるんですよ。はい、うん、いやそうですね。もうそれが間違いますよね。な、頭使ってない証拠っすよ。なんでですか。じゃあ仮にノーアウト1、はい、2塁で打席に入ったら、はい、出るサインなんて、はい、バンとか普通に打てか、うん、まああってもセーフティーかぐらいしかないっすよ、うん、だそれだけ見とけばいいじゃないですか。あ、そっか、もうそれが来るなって思っとけば、このシチュエーションだったらこれがあるかなと思って待っとけば、はい、そんな余計なやつまで待っとく必要ないんで、はい、あ、なるほど、そうかそうか、そうか。僕がノーアウト進塁でセーフティーのサイン出るわけないじゃないですか。普通に考えて。その可能性をもう削除しちゃえば嫌ですもんね。そうそしたらもう、うん、そんなあのもう打つか送りバントかしかないですよ。そのノーアウト一塁でエンドランとかもないんで、はい、だからもうバント出るかどうかだけ見ときゃいいんですよ。はい、で出なかったと思うか出たと思うかだけで。結構その早いじゃないですか。今やっててもバンって見てても見逃しちゃった時どうするんですか。これもう一回ってやっていいんですか。やっていいんですけど、はい、もうやったら相手にバレちゃうじゃないですか。なんかあるんちゃうかと思われるそうですね。やってる人っています。いますよね。いますか。あのキャッチャーのサインの時に言いましたよね、はい、サイン間違えるやつ大体一緒です。あ、じゃあバッターでも一緒なんですね。もう大体一緒です。間違うようなやつはこれ誰言いますか。誰かピッチャーの時ね、ロッテだったら誰かな。よくそんなにみんなそんないなかったと思う。ロッテ、あ、本当ですか。何気に、はい、だから試合に頻繁に出ないやつが多分間違うね。あ、多分あの何出んのかなと思ってびっくりしてんじゃん。そうですよね。緊張とかもありますよね、見逃さないかなとか。そうえ、これあの今日2軍からすぐ上がってきました。で直前にこう合流してっていう時はサインとかって分かるもんなんですか。1、2軍が違うサイン使ってると、はい、来たらもう必死で勉強しなきゃいけないですよ。そうですよね、はい、それ聞くんでネイティングとかで言うんですか。いや、もう分かってるの前提なんで、はい、分からない人は自分で聞くしかないですよ。へえ。3連戦あったら毎日違う時あります。へえ、あ、そうなんですか。今日 A、今日 B、今日 C みたいな、だいたい3パターンぐらいを回してる感じですか。あります、あります。へえ。あとこれ一個聞きたかったんですけど、これ攻撃のサインじゃないですか、はい、守備の時ってキャッチャーはサイン出しますけど、はい、このサイン出してるのもなんかこう監督側からの指示があるんですか。だからノーアウト1塁とか1、2塁とか、はい、ノーアウト、あとランナー1、3塁とか、はい、チームで動くシフトのサインとか、はい、キャッチャー あのスローイングするしないのサインとか、はい、そういうのは全部ベンチから来ます。だからそれは見ます。それってベンチか、それも三塁コーチャーとかじゃなく、もうベンチからこう振り返ってみる。守備だから三塁コーチャーできない。そうだった敵が出してくれたら敵じゃないし。そうだ。ベンチから出てるわけですね。そうバッテリーコーチとかが出す感じ。バッテリーコーチが出ます。で伝えます。球種とかはもうでも里崎さんのも球種もたまに出したがる人いますね、ベンチから。へえ。でもそれはもちろんあのそれに従ってやるわけですね。そうですね、普通の人はね。里崎さんは石門です。本当ですか。いや本当です。怒られますよね。でも怒られないやり方あるんですよ。え、なんですか。大体、はい、僕の場合佐藤ってベンチから呼ばれるんですよ、はい、あの振り向かなきゃいいですよ。でも戻ったら怒られるじゃないですか。違うんですよ。佐藤呼んだのに、呼んだんですか、聞こえなかったです。マリン、はい、ベンチからキャッチャーまで結構遠いんですよ、はい、だからあのはっきりは聞こえないです。うっすら聞こえるだけなんですよ。はい、でもまあ聞こえるんですけど、あのもう聞こえませんでしたって言います。でも神宮と東京ドームの時はあのすっごい近いんですよ、ベンチから、はいはい、あのいつも仕方してたんですけど、はい、佐藤って言われてめっちゃ近いんで、はい、これは聞こえへんは無理やわと思ってで見たんですよ、はい、出してなんかやってるんですよ、
こっちもサイン出しましたもん。どうやって、何なのサインを。ベンチに首振っていいんですか。いいんです。いいんですか。いやだからね、カメラがベンチだとすると、はい、サンドーンって呼ばれて、もうめっちゃ聞こえるから、こうやって見るんです、こうやって横目で、はい、で、サイン出すんです、出てるんですよ、なんとかしろって、はい、これできるの、里崎さんだけですって他のキャッチャーしてますこれ。いや、わかんないですけど、だってもうそんなんちゃうんですもん、嫌なんですもん、それじゃないんですもん。まあまあ、もう、ね、自分の信念をね。だって首振るとベンチが次何のサインで出るか知ってますよ、はい、なるほど。どうぞお好きにやってくださいって。いや、まあだから従う時もあるんですよ、はい、あの出た時に、うん、こっちもそれやと思ってる時、はい、おお、それそれやな、それなって時ですね、うん、もう真逆の時は首振ります。でもね、首振ると何が起こるか知ってますよ、うん、面白い。ピッチャーからの信頼度がめっちゃ上がるんですよ。ああ、なるほど。要は、はい、まあ、ここでやりたいわけですよ、うん、まあ、それはいい結果出る、悪い結果出る、それはありますけど、はい、やっぱりその思ったことやりたいです、うん、でもそれと真逆の位置に反した時に出したら、やっぱピッチャー首振るんですよ、やりたくないから、はい、うん、でもその時にあの指のところで、はい、あのってやるんですよ。何ですかこれ。あのベンチが言ってるよって。ベンチが、ベンチが。そうそうそう、もうこうやってやっとこうやってやったりします、はい、みたいな感じになって、はい、あ、どうぞ、カウントが悪くなかったらとんでもないボール投げ寄ります。それ行くの嫌やから。そうなんですね。すごい反抗心。で、こうやってやると、あの首振ってやると、あの見てるから、あの喜びますよね。こっちでやれるんやって。そしたら信頼度上がっていくんですよ。いや、そうですね、そういう効果もあるんですよ。だから全部が全部従わないわけじゃないし、うん、もちろんね、今の言ったら佐々木全部言うこと聞いてないなになるんですけど、はい、そんなのごく一部なんですよ。ほとんど聞くけど、勝負どころで考えがあるときは聞かないっていうのもあるんで、まあ、あとはね、それができるかどうか、あと勇気次第ですよ、はい、会社でもそうですよ。そうですね、上司のいい、ね、指示を言うこと聞くかどうかは、あなた次第ですよ。言うこと聞かなくて、結果出したらいいんですよ、うん、その代わり、野球界じゃないんで、その後どうなるか保証できないですけど。大事なのは度胸、勇気。そう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 、もうあのね、人生にね、大事な3要素はね、あの、はったりとね、勇気と愛嬌ですよ。はったり持ってやって、勇気持ってやって、最後はもう笑っときましょう。はい。